のび太幽霊になる。また出たんですってよ。出たって何が？幽霊よ幽霊。まさか。ああ今日もいい天気だな。なんかいいことありそう。ジャイアン。あの顔はかなり機嫌の悪い顔だ。近寄らない方が。おい待て。逃げようとしたんだよ。別に逃げようなんて。笑ったな。おい今俺様のこと笑ったな。いやその待って、問答無用。気分が悪い時はのび太をぶん殴ると心が晴れ晴れするな。トイレトイレで。出た。ドラえもん。ジャイアンが。僕を23回も殴って、ジャイアンのやつすっきりしたって。悔しい。なんてひどいこと。これ頭にかぶるんだよ。こう？さあジャイアンのことを考えるんだ。ジャイアンのこと？23回も殴られて恨めしい恨めしいと思うんだ。恨めしい恨めしい。ないな、のび太くんが怖がっちゃう。俺は君の恨みが固まってできた幽霊なんだよ。僕の恨みのエネルギー？さあ、ジャイアンに23発分の恨みを晴らしてくるんだ。恨めしよ。ついていってみよう。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。ふわふわフラフラして頼りないな。仕方ないよ、のび太くんの幽霊なんだから。あいつどうなってるんだ。幽霊だからね、どこでも通り抜けちゃうんだ。それより見失っちゃうよ。おい、あ、いた。あれ曲がっちゃったぞ。ここしずかちゃんの家じゃないか。大変だ。こんなところに。あ、チャンジ。やっぱりのび太くんの幽霊だ。本当に困ったやつだ。ここだぞ。しっかり恨みを晴らしてくるんだぞ。恨めしや。宿題がなければ夏休みももっと楽しいのによ。こんなんやってられるかっつーの。またイライラしてきやがった。書き終わったらもう一度のび太のやつを。なんだお前。恨めしや。
家の裏に飯屋なんかねえよ。出て行けっつうの。おい、行って、やりやがったな。たかが煙みたいなやつに何ができるっつんだ。俺見ろ、気にしなきゃなんてことねえんだ。見るなよ。どうし、うらめしや。でもまあいっか、いただきまーす。うらめしや。怖くもなんともねえようだ。もう勘弁できねえ。待て、こな、くらえ。何すんだよ。おかげで胸がスーッとしたよ。さあ、気が済んだでしょ。面白い、もっとやろう。ねえ、スネ夫のやつ、いつも自慢ばっかりして。やたらと使うもんじゃないよ。もう恨めしい、恨めしい、恨めしい。よし、スネ夫の家へ行って恨みを晴らしてくるんだ。恨めしや。驚いて腰抜かすぞ。みたいに似てる。
笑われてる。ギャイドラえもんまで。恨めしや。うわ、他に何か言わないのか。いやもうこれからが面白いんで。おい、他なんかないの。恨めしや。ってつまんない。50円は高いぞ。すよ、ママ、じゃあ歌おう。ちゃんと歌わないとひどい目に合わせるぞ。それではどうぞ。恨めしや。こんな恥をかかせて、よくもよくも、自分で魚を探すはずなのに。焦っちゃダメ、釣りは気長にやらなくちゃ。
バカだな。それ池じゃないよ。大雨でできた水たまり。そりゃ100年待っても釣れるわけねえわ。ごめん、君にまで恥をかかせちゃって。いいのよ、何も釣りにこだわらなくても。ハイキングに来たと思えば。おにぎり作ってきたの、食べましょう。しずかちゃん。はい、たらこのおにぎり。うわー、たらこ大好き。いただきます。うわ、たらこ好きなのに。ごちそうさまでした。ねえ、散歩してきましょうよ。あ、後で。そう、じゃあ行ってくるわね。僕はダメなやつだ。静香ちゃんがあんなに優しくしてくれたのに。よーし、うじうじしてばかりじゃダメだ。こうなったら意地でも大物を釣ってやる。魚なんかいなくても釣る。えい、海水の素。これを川や湖に入れると海水になる。関係ないや、えい、タイム風呂敷。風呂敷で魚が釣れるかっつんだ。やっぱりドラえもんでなくちゃダメか。うわ、なんで。そうか、タラコが成長してタラになったんだ。タラは海の魚だから。気晴らしにのび太をからかいに行こうよ。またかよ。来た来た、やったー、まただ。そんなバカな。ここがただの水たまりかよ。でもこうなったらこっちもバカスカ釣ってやろうぜ。じゃあやん、もし釣れなかったら。じゃあやん、覚悟しとけよ。大量だ。もうあらかた取り尽くしたかな。静香ちゃんもこれなら驚くぞ。静香ちゃん、嘘、本当さ、山のように釣れたんだ。あれ、タラの山が、あれ嘘じゃないんだよ、大きなタラが何十匹も。ねえ、向こうにリスがたくさんいるの。のび太さんも行かない？僕はもう一度釣るよ。そう、頑張ってね。ん？あ、タラコに戻っちゃったんだ。僕はなんてダメなんだ。せっかくしずかちゃんが来てくれたのに何もしてあげられない。どう、調子は。気になってきたんだけど。はぁ、そうかそうか、苦労したんだね。しずかちゃんに大物を釣らせてあげたいんだ。大物か、よし来た。空間入れ替え機。まずはこのマーカーで池をぐるっと囲む。アマゾン川の一部を持ってこよう。アマゾン川には大物がいるの？ピラルク、淡水魚では世界最大の魚だよ。体長5メートル、重さが200キロのもいるんだ。すごい。スイッチオン。さあ、OK だよ。よし、必ず釣るぞ。しずかちゃんを喜ばせてあげよう。お、かかった。え、ドラえもん、これ何？ピラニアだ。早く早く捨てて。うようよいるよ。アマゾン川だからね。つかめないみたいな感じがする。さては、手張りの大物を見つけたんだ。大きすぎてどこをつかむか探してるんだよ。
急いで。俺の我慢もそろそろ限界だ。ちびりそう。何やっとるかね。見りゃわかるでしょ、釣りですよ。釣りはダメだよ。ゆんべの大雨で水かさが増えて濁ってるからね。ダメだ。ねえよ。ぬたぼれほらやがって。憎いのは水たまりでタラなんか釣ってたのび太だ。そうか。そうそう。のび太め、ただじゃ済まさないぞ。そうだ、済まないぞ。本当に大きな魚が？もうすぐかかるから。うんうん。魚一匹も釣らせてあげられなくて。うんうん、とっても面白かったわ。え？こんなスリル味わったの初めてよ。本当に？いいなあ、スネ夫たち。たくさん釣ってるんだろうな。あ？あれれ、お前さん方。そこは雨でできた水たまりだよ。タラを釣るんだ。ピクルスを釣ってやる。やれやれだなよ。